セグンド、アレハンドロ・カスティージョ・ナサレの、セグンド、アレハンドロ・カスティージョ・ナザレの、1982年5月15日帯は、エクアドル・エスメラルダス・シューサン・ロレンソ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは MF。ユニフォームのショーツを上げ、ストッキングは、ショートタイプを愛用。そのため、ピッチで非常に目立つ選手。 2000年、エクアドル一部プロサッカーリーグセリエ A に所属する CDS ポリに加入し、フットボールキャリアをスタート。3年間在籍し、66試合に出場し11ゴールをマークした。2003年には、同国リーグの強豪クラブナショナルキトへ移籍。2005年と2006年の連覇に大きく貢献した。その活躍が認められ、2006年8月に、 セルビアの強豪クラブレッドスターベオングラードから2年契約のオファーが届き、移籍を決断する。海外リーグ初挑戦となる1年目からチームに馴染み、2007年には8ゴールを上げここでもリーグ制覇に貢献。レッドスターでは主に守備的 MF として出場していたが、48試合中15得点をマークし、得点能力の高さを見せつけた。そして2008年8月。 長年エバートン FC の中盤を支えてきたリーカーズリーの後釜として同クラブに加入した。契約は2008から09シーズン終了までのローン遺跡。エバートンでの初出場は2008年9月14日のストークシティ FC 戦。同期入団のマルアン・フェライニと共にデビューした。初ゴールはデビュー2戦目のスタンダールリエージュ戦。前半37分に 約23メートルから強烈なミドルシュートを放ち、ゴールネットを揺らした。2009年8月、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC に加入した。契約は2009から10シーズン終了までのローン遺跡。2015年12月28日にバルセロナ SC と2年契約を結ぶことが発表され、2度目の母国復帰となった。2005年に、 エクアドル代表に初招集され、ベネズエラ戦でデビューした。初ゴールは、国際親善試合の対コロンビア戦。2006FIFA ワールドカップにも招集され、代表チームの中心選手として活躍した。2014FIFA ワールドカップでもメンバーに選ばれたが、直前のメキシコとの親善試合で、ルイス・モンテスと交錯し、右膝の全十字人体を損傷したため離脱となった。 セグンドカスティージョコンフィルマスアガダ、エイバルセロナ SC、ポルドステンプラードス、エル・ウネベルソ、2017年1月16日閲覧。モンテスト工作のエクアドル代表、カスティージョが、やはり W 拝血状仮り2014年6月10日。ありがとうございます。